母がある病気で倒れてから、亡くなるまでの70日間に見た、いくつかの夢が不思議で、未だに忘れることができません。ある夢では、私は川の中にいました。体に水草や藻が絡んでいるようで、動くことができません。その上、手には何やら重い荷物のようなものを持っていました。動けないと、 思わず叫ぶと、途端に、立ってごらん、という誰かの声。その声に勇気づけられ、思い切った立ち上がると、なんとそこは自分の膝よりも浅い川でした。病気で母が倒れて入院し、人工呼吸器が必要になって以来、一人っ子である私にはやらねばならないことがたくさんありました。 不安ばかりが先に立ち、まさに溺れているような状態でした。そんな私にかけられた、あの、立ってごらん、という夢の中の言葉は、考えすぎないで。きっと、なんとかなるから。と、誰かが言ってくれたように思えたのです。大切なメッセージをもらえた気がしました。 その翌日、また夢を見ました。七人の天女が空を舞っていました。そのうちの一人が私に、もう少し待っててね、と言ったのです。母はすでに余命宣告を受け、いつ行ってもおかしくないという状態でした。そんな時に、待つという言葉。私は、母は大丈夫だ。 まだ行かない。という、いい意味に捉えました。実際、酸素マスク越しに見える、むくんだ母の顔からは、日に日にむくみが取れていきました。次第に意識もはっきりし、やがては、簡単な筆談ができるまでにもなったのです。それからしばらくして見た夢には、大きな二層んが出てきました。何かの行事の最中で、 たくさんの人が周りに座っていました。その二層さんからは、あなたのことは知っている。私の弟子の女性と話しなさい。と言われ、弟子の二層さんに頭を支えられて横たわっていると、私の意識は徐々に遠 <noise> いるお母さんは、あなたのために生きている。その後、 二層さんが母のもとへ飛んで行ったのが分かりました。母の私に対する思いを断ち切るため、あんな風に言ったのだと感じられたものです。そして、母が亡くなる一ヶ月前の夢には、母が現れて、直接私に話しかけました。そろそろお父さんに迎えに来てもらうからね。 その夢から覚めた瞬間、とても自然な感覚で、私は、そうか、いよいよお母さんは行ってしまうんだな、と思いました。葬儀の日、会場に張り巡らされた幕の模様を見て、私は思わず、ハッとしました。それはまさに、夢で見た天女が、空を舞っている絵柄だったのです。私がこうした、 メッセージ性のある夢を見たのは初めてでした。とても不思議な気がする夢でしたが、そのどれもが、どれほど私の心の支えになってくれたことでしょう。おかげで私は、母との別れに対して、覚悟することができました。それと同時に、あの世の側でも、母を迎える準備が整っていたのかもしれない、と思っています。